一個一個のものじゃないっていうことで、小山さんで、まあ、結論から言えば裁判官さんはもう裁判っていうのはやっぱりね、このお金なんですよね。裁判官さんたちも国を含めてね。でなければお金もかからないわけじゃないですか。わかりますね。これ払った上でお金が出るわけですよ、給料がね、プラスアルファで。それそうですよね。お医者さんとか考えればわかりますよね。だってお医者さん以上にもしかね、勉強してる人も、勉強してるぐらいの人もいるじゃないですか。最高裁の裁判官、まあお医者さんのその最高裁の裁判官と同等ねに勉強してるお医者さんもいますよ。それはとりあえずと。でもそういう感じじゃないですか。一回の手術で心臓バイパス手術とか日本でできなくて、アメリカのね外科医とか2億円とかじゃないとやらないよって言ってるわけじゃないですか。もう値段も決まってるわけじゃないですか。ね、なんか裁判官がお金儲けではないって言ったら、そう嘘になっちゃうわけですよ。ね、でということで、まあ、そういうことは分かってるわけですよね、自分もね。